今回の話題は大谷翔平選手の存在を真っ向否定、米女性記者のある発言が大炎上、海外の反応ということについて紹介します。2021アリーグの MVP に続き、2022シーズンは投打で大活躍し、ベーブ・ルース以来104年ぶり2人目となる2桁勝利2桁本塁打の達成や、メジャー史上初の投打 W 規定到達など数々の偉業を成し遂げて前人未到の道を歩み続けた大谷翔平選手。今季も二刀流として、今日の試合終了時点で大谷翔平選手は投手としては5登板28投球回3勝0敗、防御率 0.64、 奪三振38、奪三振率 12.21、 ウィップ 0.82、 ウィップは1イニングに何人ランナーを出すかの投手の成績の数値で 1.00 以下だと最高評価。打者としては87打数22安打、打率2割5分3厘、5本塁打、10四球、13打点、オプス 0.787。 オプスは出塁率プラス長打率で計算され、選手がチームの得点にどれくらい貢献できているか、得点のきっかけをどれくらい作れているかの打者の成績の数値で 0.9 以上だと最高評価と、打撃こそまだ本調子ではありませんが、毎年出だしのバッティングは良くない傾向にあります。投手として圧巻の成績を残しており、 MVP を取った2021年、 MVP は逃したものの、それ以上に大活躍した2022年、今年はこれらの年を超えた成績を残す可能性も十分にあると思います。さて、今回は最新のニュースというわけではないですが、大谷翔平選手が受けてきた評価を記録として紹介したいと思います。それは2022シーズンの開幕直前の4月5日のことです。米放送局 MLB ネットワークがメディア独自に現役選手トップ100を発表したのですが、そのランキングで大谷翔平選手を1位に選出していました。その理由として次のように説明しています。翔平大谷は46本塁打26盗塁、オプス 0.965 を記録すると同時に、ピッチャーとして23登板、防御率 3.18 を残す男だ。どうやったらこんな人物と肩を並べることができると思う？ズバリ、それは無理だ。だからこそ、ア・リーグ MVP を満票で獲得したし、それが翔平大谷を現役ナンバーワンとする理由だ。と紹介したのですが、その番組に出演した女性記者が、大谷はナンバーワンの選手ではない。なぜなら投手だからと発言し、物議を醸したのです。そのことについて、詳しく紹介していきます。2009年1月1日開局し、現在の視聴世帯数は5000万世帯になると言われる、メジャーリーグベースボールの専門チャンネル、MLB ネットワークは、2022年4月2日、現役選手トップ100を発表し、大谷翔平選手を1位に選出しました。その放送局の一つのトーク番組ハイヒートで、このランキングについて司会のクリス・グッソ氏と同局のアラナ・リゾ記者が議論を交わしたのです。なお、クリス・グッソ氏はスポーツラジオパーソナリティとして様々な番組を仕切ってきた実績のあり、何かと細かく口うるさいことでも知られる人物です。2018年には同トーク番組内で、日本のプロ野球で何年も活躍した選手に新人の資格なんてあると思えないと大谷翔平選手についてコメントしたこともあり、ネット上ではアンチ大谷との認定を受けている人物です。またアラナ・リゾ記者はもともとはジャーナリストを目指していたようですが、スポーツ専門レポーターになった人物です。2021年のベースボールダイジェストの年間最優秀選手の投票で大谷翔平選手をトップ3にすら入れないなど、ファンからアンチ大谷認定を受けている人物でもあります。さて、そのような2人が行った議論で、 MLB ネットワークが発表した現役選手トップ100で大谷翔平選手が1位、マイク・トラウト選手が2位に選出されたことについて、アラナ・リゾ記者は1位と2位の選手を抱えているエンゼルスですが、ポストシーズンには行けるのでしょうかとチーム力への疑問を呈しました。これは昨季の結果を見ると確かにその通りだったわけですが、その後の発言が物議を醸したのです。それは、私は大谷がナンバーワンの選手とは思わない。
なぜなら投手だからという発言です。この荒なりぞ記者の発言には、司会者でアンチ大谷認定されているクリス・グッソ氏すら一瞬固まり困惑していました。そしてクリス・グッソ氏は、ちょっと待て、46本塁打100打点はなかったことになっているのか、意味がわからないと発言し、アラナ・リゾ記者の発言に待ったをかけました。これに対し、アラナ・リゾ記者は、彼はユニークな選手だとは思うわ。その通り。でもナンバーワン選手なの？私はそうは思わないと念を押すように発言しました。当然、現役選手ランキングに出演者として反論することは問題はありません。ただ、その反論の理由がピッチャーだからという理解に苦しむ根拠だったため、多くの人が不快感を感じ炎上することになったのです。多くの米スポーツメディアはこの発言を取り上げ、投手が球界で最高の選手になることはできないという意見に誰が納得できるか、大谷に無礼であり知識のなさを露呈している、これは不快なコメントだといった論調で記事を発信していました。ちなみに、アラナ・リゾ記者は以前にも大谷翔平選手に批判的な発言をしていたことがあります。それは2021年6月のデグロムが大谷と同じぐらいの打席に立てば誰が本当に最高の二刀流選手かわかるわよという発言です。デグロムとはニューヨークメッツの二刀流として知られたジェイコブ・デグロム選手のことで、2018年と2019年にナ・リーグのサイ・ヤング賞を受賞した投手です。なお2023シーズンよりテキサスレンジャーズに移籍しています。ジェイコブ・デグロム選手は大谷翔平選手とは違い、先発登板時以外は打席に立つことはほぼありませんが、打撃センスが高いことで有名で、これまでの最高打率は2割1分7厘を記録しています。つまりアラナ・リゾ記者のデグロムが大谷と同じぐらいの打席に立てば誰が本当に最高の二刀流選手かわかるわよという発言は、ジェイコブ・デグロム選手が大谷翔平選手のように毎試合出場していれば大谷翔平選手以上に打者として活躍できるから、大谷翔平選手は最高の二刀流選手ではないということを言っているのだと思われます。その発言がされた2021年6月時点で、デグロム選手はバッティングも絶好調で打席数は少ないものの打率4割2分3厘6打点という好成績を残していたこともあり、アラナ・リゾ記者のこの発言だとは思いますが、そもそも打席数が極端に少ない選手と比べること自体が意味ありません。なお、ジェイコブ・デグロム選手は最近は故障に悩まされており、登板数が激減、2022シーズンは前半戦を欠場しシーズン5勝にとどまっています。また2022年からジェイコブ・デグロム選手がいるナ・リーグにも DH 制が導入されており、故障リスクを考えると今後ジェイコブ・デグロム選手が打席に立つことはないかと思われます。さて、それではここから、このアラナ・リゾ記者の大谷は投手だからナンバーワン選手ではない、デグロムが大谷と同じぐらいの打席に立てば誰が本当に最高の二刀流選手かわかるわよ発言に寄せられた海外の反応を紹介していきます。この発言した後のスタジオの気まずい空気感がすごいな。はあ、彼女は女性のスポーツキャスターを10年退化させることになった。女性の地位向上の妨げになっている存在だよ。所詮この女はマルチ商法でワインを法外な価格で売りつけた人間だよ。これでよくその仕事が務まるな。俺がこれまで耳にした最も間抜けな発言だ。以前の彼女はまだ良かったけど、どんどんおかしくなってる。ワインのマルチ商法に関わったり、服の丈の長さで記者志望の女性を罵ったこともあっただろう。外国出身の選手には競技に関係なくアンチが湧くのはいつものことだよな。大谷は球界で最高の存在であるにもかかわらず、多くの評論家たちから難癖としか思えない悪口を言われ続けているんだ。自分で野球もやったことない女をキャスターとして発言させるのは納得できない。インタビューだけ撮ってればいいんだ。なんでこの女はずっと出演を続けてられるんだ。誰が求めてるんだ。大谷翔平がナンバーワンかどうか議論は2022年後半に大きな話題となっていた大谷翔平選手とアーロン・ジャッジ選手のアリーグ MVP 争い議論にも通ずるものがあるような気もしています。メジャーでは打者、特にホームランの価値が重要視されている印象を個人的に受けたからです。外野が何を言おうと
2021年はリーグ MVP 決定後のインタビューで、大谷翔平選手は選手としてはここからピークを迎える5から7年が勝負だと思うという言葉通り、2022シーズンは MVP こそなりませんでしたが、投手としてはキャリアハイの成績を残し、投打でまさに歴史的な記録を残したのは事実ですし、今季来季と先の活躍を楽しみにしたいと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。また来てくださいね。